guys! I'm Marisa Nanase. 皆さん、こんにちは。勉強マニュアルの Nanase です。今日はですね、オンライン英会話をすでにやってるんだけど、なかなか伸びてる実感が湧かないよっていう方とか、初心者なんだけど、英語話せるようになりたいって思ってる方には、まさにこの動画選んでいただいてて正解です。というのがすごくラッキーです。オンライン英会話アクエストの特別タイアップ企画ということで、視聴者の皆さんに特典2つもつけていただくことができました。詳しくは動画の最後でご説明します。今から見ていただいていいなと思ったら、ぜひ最後までチェックしてみてください。まあ、自分今トイックを勉強してるよっていう方とか上級者の方だとこのオンライン英会話は向いてないんじゃないかなと思います。トイック勉強されてる方は私の過去動画見てそれ専用の勉強をしていただく方が嘘感に結びつくんじゃないかなと思います。ということでなぜこう初心者の方とかオンライン英会話他でやってる方にすごくおすすめなのかというと、なんと完走率が 97% なんですね。でそれにもいくつか秘密があるんですけど、多分皆さん聞いたことない方がほとんどだと思うんですけど、このアクエスさんとのタイアップ私が受けたかというと、内容がそれぐらい面白かったんですよ。結構他のオンライン英会話さんからもお話いただいてたこともあるんですけど、なんか微妙だと断ってたんですね。ただ今回は中身が私が教えるんだったらこう教えるなっていうところと非常に共感できるところがたくさんあったので、まあ、科学的にも証明された効率が良さそうな英語の勉強法をちゃんとされているところだったので、私自身もトライしてみることにしました。そのアクエスの担当さんの方も非常にいい方で、私が本当にダメだと思ったところはダメだって正直に言っていただいても全然大丈夫っていうふうに、了承も得ていますので、まあ、正直にレビューをしていこうかなと思います。なぜ引きつけられたのか。一つ目の理由が、日本人と外国人のレッスンがあるんですね。日本人とのレッスンは日本人コンシェルジュっていう風に言って、2週間に1回そのレッスンが入るんですよ。で、この時に自分の勉強のモチベーションとか、勉強法合ってるのかなとか、いろんな質問を日本語でもできるということで、これ非常に初心者の方とか中級者の方にはいいんじゃないかなと思いました。というのか、私は今でこそもう外国人とガンガン話したいみたいな感じなんですが、やっぱり、まあ、トイックの勉強にしろ、英語の勉強にしろ、もうこれでいいのかなってすごい不安になったりとか、英語って道のりが長いからすごく不安になってモチベーション下がってきたりとかしたことたくさんあったんですね。そんな時に相談できる日本人の人が身近にいるとかなり心強いなというふうに思いました。基本的に、半年間とかはほぼ同じ人が作るみたいなので、自分の成長もね見守っていただけるような気持ちになれるんじゃないかなと思います。で、実際に後で日本人コンシェルジュとの、レッスンの様子と外国人の先生とのレッスンの様子も、流しますのでお楽しみに。で、2つ目のポイントが、科学的にすごく習得しやすいカリキュラムになってるんですね。これも我らがメンタリストたいこさんもおすすめしている、アクティブラーニングっていうやり方なんですけど、まあ、要は自分がこう能動的に学習をしましょう、パッシブでやりましょうっていうことなんですね。通常だと他のオンライン英会話とかだとやっぱりこうテキストに沿ってやってったりで、先生とのロールプレイこう読んでいったりとか、まあ、なんとなくこうやっていくうちに時間過ぎていくっていう風だと思うんですよ。で、そういう風に受け身になりがちなところを、今回このアクエスさんの授業では日本語の文章から英語に瞬間英作文していく作業があるので、自分の頭で英語に変えていかなきゃいけない、自分でちゃんと考えて話さなきゃいけないっていう風な特徴があります。ただただ話すだけだとなかなかね、先生もわざわざあとかあんとか指摘してくれないところたくさんあると思うので、それで通じちゃったりとかしてなあなあにこう進んでっちゃうところが、ちゃんと瞬間英作文をして、その辺の苦手なところもあぶり出せるよっていうようなトレーニングになってます。次にですね、スパイラルカリキュラムっていうのがあるそうなんですね。このスパイラルっていうのは、まあ、名古屋に来たことある方だと名古屋駅にこうスパイラルタワーっていうぐるぐるしてるタワーがあるんですけど、要は繰り返すっていうことですね。このアクエスさんの特徴として、実習しなくていいんですよ。だからこのオンライン英会話受けたらそれ以外自分で勉強しなくていいんですよ。めっちゃ楽じゃないですか。なぜかというと、その事業内でスパイラルするんですよ。めちゃくちゃ繰り返します。実際に私1回レッスン受けてみたら、もうすごい同じフレーズめっちゃ出てくるんで、まあ、確かにこれ自分で後で復習しなくても覚えてるなっていう風になりました。とにかく実際にレッスンの内容を見てもらった方がイメージ湧きやすいと思うので、今話したこのスパイラル学習法とか上手に取り入れられてるので、まず外国人の先生とのレッスンをご覧ください。フィリピンの先生です。どうぞ。So the first lesson for today. So we will practice the sound of R.Okay, so you see the letter R here, but when you put it in the word, it has a different sound comes out. Okay, so how do we make the sound? So look at the picture, it's just in the normal way. So you open your mouth, open your teeth, and then make the tongue in the middle and make the sound R. Practice this R sound, all right. So here you go. Let's start with the first word, R.
are. Very good. You are. You are. Good job. We are. Okay. Ready. Rich. Her.はい、という感じで発音レッスンではこのように発音の仕方がずっと、日本語で説明があります。その次にその発音、そのアルファベットを含んだ英単語とか英語の文章が出てくるので先生と一緒に練習をしていきます。で、今日やったのはこの発音レッスンなんですけど、他にもこういう連結についてだとか、例えば I don't have a じゃなくて have a っていうふうにこうつながっていますよね。 take off じゃなくて take off っていう感じです。あとは脱落、Did he bake cookies? じゃなくて bake cookies っていう風に、まあ、英語ってある一定の音が消えてしまうんですけど、そういった発音の本当に大事なところがまとめてあります。で、それがこのようにすぐ先生と一緒にセンテンスで練習できるようになっているのがとてもいいと思いました。では、レッスンの続き見ていきましょう。フレーズレッスンではこのように日本語が表示されるので、それを瞬時に英語にしていきます。はじめは簡単なものからスタートしていきます。I'm really nervous. Change? Really? I'm very nervous. Okay, very nervous. What's the difference between very and really? So really mean, it's the reality. It's about what you're feeling right now. It's not about the amount or how much you feel. So very is the amount, okay? good job, good job. Next one. I'm ready. Yes. I'm sure.Okay. I'm not ready. Yes. I'm not sure. All right. This is a tricky one. Am I right? Am I right? Yes. Very good. Okay. Next one. I'm full-time worker. How many? One or many? I'm a full-time worker. Good job. All right. Very good. Next one. I'm a business person. Yes.I'm a housewife. Yes, good job. I'm a office worker. Oh, one more time. I'm a office worker. Oh, okay. So now, did you notice the mistake? So the mistake is A-E-I-O-A-U. I'm an office worker. Yeah. Okay, let's do it again. I'm an office worker.Good job. I'm an office worker. Okay, 6-5. I'm not a part-time worker. Yes, very good. Last one. I'm not an intern. Okay, you remember. Good job. an intern. Okay, very good, very good. So, I'm a business person. Very good. I'm a housewife. Okay. I'm an office worker.Yes, oh, you remember. Good job. I'm not a part-time worker. Yes, good job. Last one. I'm not an intern. Okay, excellent. I'm very nervous. I'm very nervous. I'm ready. I'm ready. I'm sure. I'm sure. Okay, wow, very good. Good job. You finished a lot today. All right. Usually, student takes time because...mostly are beginners, but you are pretty much advanced. Yes, thank you. So, yeah. All right. Very good. Very good. So, let's review it again from the very beginning. Okay. We will start from 1-1. When you're ready, let's start. Nice to meet you. Okay. Nice to see you again. 例えば他にも、ワンパターンになりがちなお返事の仕方とか、いろんな英語フレーズが学べるそうです。Okay, so here, please read the sentence. Please read it. Okay. Okay. Here, read it too. I see. Okay, next one. Good idea. Okay, next one, please. I understand. Yes, okay. So now, what I'm going to do is, I will give you 10 seconds. So, and then in that 10 seconds, there will be a picture. So look at the picture and see what you can see in there, okay? Okay. So after 10 seconds, you have to tell me what you see in the picture, okay? Okay. All right. So are you ready? Yes. Okay, let's do this. Okay.
Okay, so it was too short. Yeah. I know. Okay, so what did you see? I saw many vegetables on the table. Okay. And mm-hmm. there is a tablecloth. Like blue check print. Blue check print, okay. And the other color, what is the other color? Oh, blue and white. Blue and white, yeah. Okay, very good. So tell me the vegetables. Yeah, okay. There are a carrot and celery. Celery, okay. Mm, carrot and celery. Mm-hmm. Maybe cabbage. Cabbage, okay. Only one carrot. No, maybe there, yeah, more, like many carrots. No problem, okay. So let's check it again. Mm-hmm. All right. Like, I saw some vegetables. Yes, saw some vegetables. Okay. And then the vegetables are in a box. This one is a box. Oh, okay. Mm-hmm. That's a box. Yes, that's because the things are sink in. The vegetables are sink in. That's why it's a box. Mm-hmm. But if it's a flat, you can see the whole vegetables. So, yes. Mm, do you like potato? Yeah, it's good. So you don't like French fries? I like French fries. Oh, okay, you like French fries. So that means you like potato. Okay. Yeah. So I have nothing to say. Like I mentioned, you your English is above average. So that's pretty good. Okay. We have a very good communication. Mm-hmm. Your speaking is very good, and also your listening skill is very sharp. Mm-hmm. It's very good. Thank you. So, no problem with your pronunciation. Translation, by the way, just a few practice. Mm-hmm. Then your translation will be like polished, mm-hmm. and it's going to be smooth for sure. Mm-hmm. Right? So, thank you so much, mm-hmm. and have a great day. Thank you. Bye-bye. Bye. はい、ということで外国人の方とのレッスンが終わったんですけれども、本当に50分の中の切り抜いてこれだけにはなってしまったんですが、先生めちゃくちゃ発音上手じゃないですか。私今までいろんなフィリピン人の先生とレッスンやったことあるんですけど、多分トップって言っていいほど発音がすごい綺麗な方で、もうネイティブの方なんじゃないかなっていうふうに思ってしまったぐらいでした。で、あとはまあすごく褒めてくれるのでやっぱり嬉しかったです。日英とかにする、レッスンも入ってたと思うんですけど、まあ、正直言うと私はちょっと簡単だったかなっていう気はしました。とはいえやっぱり間違えてたので、まあ、あとかあんとかそういうとこがね、できてないんだなっていう自分の課題が分かって、すごくそれは良かったなと思いました。で、これはレベル別でね、スタート地点もね、違ってくるそうなので、まあ、皆さんはここからスタートっていうわけじゃないかもしれないですね。日英トレーニングに関しては課題が分かるっていうのと、まあ、考えれば、よりもっと深く自分の中で、あ、こういう言い方もできるんだなとか、日本語だとこういう風に訳すんだなとか、考えながらいろいろできると思うので、奥が深いっていうのがすごくいいなと思ったんですが、私的には、日本語が、やっぱり文章がまだ簡単だったので、日本語が逆に邪魔になってしまいました。なんか、英語でそのまま、多分言えれるような内容だったんだけど、わざわざ日本語から変えなきゃいけないところが逆に時間かかってしまって日本語が邪魔になってしまったっていうのが私の中での、デメリットだったなと思います。まあ、結構やっぱり最近カランとかやってたんで、まあ、英語に慣れてしまって、せっかくそれで慣れてるのをわざわざ日本語入れなきゃいけないってなると、まあ、通訳さんとかの練習法みたいな感じになっちゃってたんですね。ただ、初心者の方とか中級者の方だと、英語ってかなり難しいと思うので、まあ、日本語から英語にしていく。この練習は非常にいいんじゃないかなと思います。まあ、私ももうちょっと多分レベル高いやつとかになると多分言えないのとか、まあ、ミスとかまあ完璧に全部言えるわけじゃないっていうのもね、分かってるので、その辺はすごくね、いい練習になると思います。で、特に初心者の方とか中級者の方って、こう単語単語で答えてしまったり、文章が結構ぐちゃぐちゃになってしまったりとか、まあ三単元の S 私みたいに忘れたりとか、そういう方もね、多いと思うので、そういう人にはね、非常にいい。自分の課題をあぶり出してくれるような練習だと思います。でも私的には、絵を説明するやつが面白かったですね。なんか実はあれ私、昔英語のね、中級者とか初心者レベルの方に英会話を教えてたことがあるんですけど、まあ似たようなことやってました。で、非常にそれ好評だったんですけど、絵を見てこういう風に説明してもらうっていうやり方。そうすると自分の頭で考えるんですね。で、今回このオンライン英会話ですごく感心したのが、絵が消えるじゃないですか。で、あれ、確かに、まあ、自分で実際に、
英語で説明するときって、例えば、昨日の映画、昨日のドラマこれ見てこういう風で面白かったんだよとか、この間さ、ご飯食べに行って、こういうところですごく美味しかったとか、っていう風に何か思い出しながら実生活って話すじゃないですか。だから、そこに目で見ているものをこう話すんじゃなくて、思い出して話すっていうのも、また実際に英語にすごく近くて、もうこれこそ本当に英語が話せるようになる練習をしてるんだなっていう実感がすごく湧きました。続いて日本人コンシェルジェ、まあ、日本人の方とのレッスンをご覧ください。どうぞ。You're still sick? It's getting better. I think, yeah, it's getting better. It was 4 days ago, so... 4 days ago. Yeah, I'm getting better. How about you? How are you? I'm pretty good. Well, so, you had a lesson with a supporter yesterday, right? Yes. Did it go? Yeah, it was really fun.I often forgot a or an before the noun. Articles? Yeah. Right. I'm pretty sure you wouldn't miss those things if you were taking a paper exam. A grammar, you know, exam or whatever. Mm-hmm. Because you are not very used to, speaking English, I think, like having actual conversations with actual people. Yeah. So that's, I think that's what you need to do in order to improve your English. I see. 3人称単数が、主語だった時に動詞に S をつけるとか、そういうのが、抜き落ちたりとか、まずテストであれば起きないようなミス、見落とし、とか、ないようなものでも会話、いざ会話となると、抜け落ちてしまう、まあ、これはもうただ単に会話、慣れしていないとか、あとはその私はちょっとだるいそういうことです。そういうことです。もっと出していきましょう。私は少し偉いって名古屋弁でしたか。それ名古屋弁です。名古屋でしたか。名古屋弁。名古屋でしたので知ってますけども、偉いってところですよ。でもそれでもいいわけですよね。うん、名古屋の人にとっては、あ、偉いなって言いたいときに、うん、あれ、偉いって英語でなんて言うんだろうってなれば、tired、っていう形に変換できないということですね。うん、なので、この間、前回のレッスンでも、最後の、文章でやりましたけれども、some milk。で、英語には some が入っている。っていうこの違いっていうところを、理解していかないといけないわけですね。なので何でもかんでも、直訳にできさえすれば英語がマスターできるのかっていうと、これ全然違うわけです。一つの文章につなげようって無理してしなくてもいいんですかね、今の。全然いいと思いますよ。どん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 シンプルセンテンスで、もちろん、書いているのであれば、エッセイの中でなんかこうリズムというか、そういうのでまあ、もう少しコンプレックスセンテンス使った方がいいねとか、そういうような、まあ、ちょっとルールに近いような要素っていうのはあるんですけれども、情報って貯めとけないので、聞いてる方、まあ、もう、パッと入ってきたものだけ、その場で理解して、解釈してっていう感じなので、さっきこれ言ったのにまた同じこと言ってるとか、そんなこと、ほとんどの人は、思わないかな。全然してるんじゃないです。もう会話の中ではもうそれです。もう言葉数をいかに増やしていくか、っていうところが非常に、重要なポイントになっていきます。はい、という感じでですね、まあ、日本人の方とは、初めちょっと軽く英語で挨拶をして、その後日本語でほぼほぼ、レッスンは進んでいきます。まあ、私の場合日本語で課題をね教えてくれました。まあ、英語の考え方ができていないっていうところ、なんかそこをもうちょっとつけていくといいなっていうところですね。確かに私昔光通信の仕事をしていた時に、外国人のお客さんがいて、光回線の工事をしますっていう風に英語で言おうと思った時に言えなかったんですよ。皆さん言えます？光回線の工事をします。まあ、工事、まあ、コンストラクションなんですけど、まあ、そこはコンストラクションっていう単語分かんなかったから、あのもう留学経験とかある人に聞きに行ったら、チェンジを光ラインでいいんじゃないのって言われて、あ、なんだそんなことかって思ったんですね。だから日本語をこういう風に直訳するんじゃなくて、もっと頭柔らかくしてこんな言い方で言えるよっていうところに気づけるかどうかっていう、まあ、私の場合は本当にネイティブの方ともうとにかく話す量をひたすら話す量を増やしたりとか、もう書き出してその文法とかの間違いとかいかになくしていくかっていうところがね課題になってくるんじゃないかなと思うんですけれども、
何にしろ最後のところ見ました？後押ししてくれるからすごくやっぱりホッとします。日本人コンシェルジュの方、まあ、確かにこれが乾燥率 97% の理由かっていうのも納得できました。まあ、昔私アツエーゴさんいるじゃないですか、 YouTuber のアツエーゴさんがライブ配信してる時に視聴者の質問に答えてて、私質問でなんか未だにあとかざとか結構抜かしちゃったりするんですよっていうのを悩んでて聞いたことがあったんですよ。その時にアツエゴさんも、え、僕でも今でもそういうのありますよ未だにみたいなのを言っていただいて、まあ、本当かどうかわからないですけど、すごくなんかこうホッとしたんですよ、自信が持ってたっていうのが。なんでその時のホッとしたあの安心感、あの時の気持ちが蘇りました。やっぱり英語ってそもそも、学習習得するのに2000時間学習時間必要ですよっていうふうに言われてます。トイック勉強してて散々時間っていうのもある程度必要だっていうのは身に染みてるんですけれども、これをねダラ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 ちょくちょくやってたところで1000時間ってなかなか達成できないんですけど、このアクセスさんはもう1年間コースしかないんですよ。だから1年もやらなきゃいけない、1年難しいって思うかもしれないけど、完走率が 97% なんですよ。お試しレッスンしてもらうと皆さんも納得できる方は納得できると思うんですが、しかも1回のレッスンが50分なんですね。で、通常オンライン会話だとやっぱり25分とかのところが非常に多いんですね。私もいろいろ受けてたんで分かるんですけど、で続けに私は1時間とか多い時だと1日3時間ぶっ続けでオンライン会話やってた時とかもあったんですけど、やっぱり1時間ぐらいやってようやく英語のにちょっとなってくるんですよ。で、2時間ぐらいやるとなんか切り替わってくるんですね、英語に。で、3時間ぐらいやるとぶっ続けでもう頭の中英語になるんですよ。もうここは海外かみたいな。だから25分ってちょっとやっぱり物足りないなって、英語のにせっかくこう乗ってくる前に終わっちゃうので、まあ、50分って結構妥当な時間かなっていうふうに思います。これはなぜ週3未満なぜ受け付けてないのかっていうと、自習いらないからなんですよっていう、エビングハウスの忘却曲線って有名なね、まあ、人間は物事を1週間で 75% 忘れるっていうふうに言われてるんですけれども、それを防げるんですよ。自習なしだと週4は必要ですよっていうお話なんですね。で、逆に自習とかもし皆さんができるのであれば、週3以上自分で英語学習できるのであれば、まあ、このオンライン英会話を選ばなくてもいいんじゃないかなっていうふうに私は思います。で、ただ他の英会話で、まあ、お金だけ払って挫折しちゃった人、そういう人が非常に多いらしいんですけど、ここのスクールに移ってくる人って、英語の量っていうところではもうこの1年間で身につけれるんじゃないかなというふうに思いました。で、料金も先ほどもお伝えした通り、これ1年コースしかないんですよ。だから、まあ、少なくとも144回分からなので39万8000円なんですね。まあ、月にするとだいたい3万円ぐらいの計算にはなるので、まあ、これ他の英会話教室と比べると、実際私オフラインの実地の英会話スクールとかもいろいろ体験で回ってたことがあるんですけど、まあ、もっともっと値段高いところもたくさんあるので、この値段が安いか高いかっていうのは多分皆さんの捉え方次第、まあ、内容がどれぐらい合ってるかっていうところになってくるかとは思います。もう私は自分でジム週3通おうと思ったら通えてたタイプなんですけど、なかなかやっぱりこう続けれない人とか、まあ、お金だけ月々払ってても結局やらなかったら意味ないし、効果出なかったら、例えばお金払ってジム行ってても全然痩せなかったら意味ないのと一緒で、やっぱり何にしろ意味がないと無駄だと思うんですよね。今回このコースなんですけれども、私のこの概要欄にあるところから申し込みいただいた方だけ1万円還元されますので、ぜひ申し込みされる方はぜひ私のこの動画から申し込みをしてください。誰かにね教えてあげたいよって人もこの動画の、リンクを教えてあげるようにしてください。なかなかねこの1年間ってちょっと長いし、金額的にも小さいものではないし、決心つかないよって人がほとんどだと思うので、そんな人のためにお試しレッスンがあります。通常はこのお試しレッスンっていうのは、まあ、日本人の先生とも、外国人の先生ともレッスンできる形なので、50分のレッスンが7回受けれて19,800円なんですね。ただ私も今チャンネル登録者めちゃくちゃ増やしたいと、だから視聴者のためになるようなことしかしたくないということで、19,800円のところが、今回は皆さん私のこの下のところから申し込みしていただければ1980円で受けれます。19,800円が1980円です。1回あたりかなと思ってめちゃくちゃ私見直しました。本当にそれぐらい破格の金額で受けれるようにしていただいたので、ぜひちょっとでも興味ある方はまず受けてみてください。まあ、今回の
内容を見てもらったりとかお試しレッスン受けてもらうと分かると思うんですけど、このアクヤさんは非常に結構ユニークな、なんか内容が濃いレッスンなので、好き嫌い、まあ合う合わないって言った方がいいのかな、が非常に分かれると思います。だからこそ多分実際受けてみて実際に分かるものかなと思うので、ぜひ気軽に皆さん試してみてください。食べ物と言うんだったら辛い料理みたいな感じで、本当に苦手な方はすごい苦手だし、好きな方はもう大好きみたいな感じだと思うんですよね。実際に皆さんがやってみて、いいと思った方はやっていただければいいんじゃないかなと思います。ということで、今回の動画ぜひためになったよって方は高評価、そして勉強好きな方、勉強頑張っていきたい方はぜひチャンネル登録して一緒に勉強頑張っていきましょう。では皆さんの英語のモチベーションがちょっとでも上がりますように、またこういう面白いタイアップがあったら言ってみようと思います。では See you。 この動画は BMN カレッジ勉強マニア七瀬の提供でお送りしました。 Twitter で学べる一言、インスタで英語名言配信中です。よかったらフォローお願いします。